藍住里町役場本庁舎及び複合文化施設の周辺、二木ダム、宮川ダム、土地沢ダムの位置を示す。鶴沼川防災ダムは、福島県大沼郡藍住里町にある、宮川ダム、二木ダム、土地沢ダムの3つのダムの総称である。一級水系阿賀野川、水系宮川流域の洪水被害の軽減のため、宮川とその支流の坂瀬川、 氷玉川の上流域に福島県管理ダムとして建設された。副次的に灌溉用水の取水にも用いられる。ダム操作は灌溉用水の受益者である合津、宮川土地改良区によって行われている。新津鶴村では1954年以来、簡易水道を敷設して管理を行ってきたが、1963年5月、 深夜式水源地が汚染され赤痢病が発生し714名の罹患者を出し、金田敏夫にーる村長を筆頭とした村当局は、原因究明、整備、補強工事等の危機対応にあたり、調査の結果、当該水源地は安全上問題があり、その代替として2期、富津沢両地区に安全性に優れた水源地を見出し、金田敏夫にーる村長のもと、 参院、建設委員長等歴任の大河原和次、参議院議員と連携して国会に請願した、簡易水道不設被告庫補助に関する請願が1963年12月21日に受理され、その結果、大規模測量、大規模工事を要する大事業であった、広域簡易水道を完成させた。藍住里町南西部の宮川上流域に位置して、おり、 東ダム群で最初に完成し、かつ最大規模のダムである。右岸は堅牢な岩盤であり、重力式コンクリートダムに適しているが、左岸は堆積され気が深いため、中心コア式やアースダムとのコンバインダムとなっている。総事業費は9億776万3000円。藍住里町北西部の坂瀬川上流に位置するアースダムである。 総事業費は7億800万9000円。藍住里町東部の氷玉川上流部に位置する中心小足式アースダムである。東ダム群の中で最後に完成した。総事業費は4億3795万円。ありがとうございます。